さあ女子のフリースケーティング終わりましたが、まだこの人が一人残っております。昨日も会場の人気を一人でさらった感じの特別演技、伊藤みどり選手。わおわお、イエーイ、いいですね。もうもう残念です、この大会出れなくて。ね、本当でしたね、出したかったね。年齢制限ということがありまして、12歳以下、現在11歳ですので、これですよ、これもうダブルアクセル、ダブルループのコンビネーション。もしかして今日のお客さんは彼女を見に来たんじゃないですか。あるいはそうかもしれませんよね。まだほとんどの方がお帰りになりません。そうですね、はい、ダブルフリックからダブルチャーリーのコンビネーションですね。まだまだ小学校5年生よっ、あっ、いいですね。今練習では降りたんですけどね。はあ、なかなかスピンもスピードがあります。そうですね、1メートル23センチ24キロ。なんか24キロって42の間違いじゃないかと思う。3回回り、はい、いいですね、いいですね。フェンスからほんのちょこっとしか頭が出ないんですもんね。そうなんですよね。思いっきり足を大きく持ち上げました。の時間で滑ってたらパックと間違えられるんじゃないかしら。あ、ちょっとフェンス行き過ぎましたね。そうですね、小さいからでも氷をたくさん使ってますから。フェンスまで行き過ぎました。そしてダブルアクセル、もう心配ありません、はい、出て出て。まだあるんですよ。そうなんです。前半今2分ぐらいはあって、あと2分あります、はい、曲もいいですね。なかなかあの彼女の動き非常によく合った曲を選んでますね、はい、審判員はね、あのまたトリプルですよ、はい、3回転でした。審判員さんの方は角の方で彼女が滑ると、ええ、頭の先しか見えないじゃないかしらと思うんですけど。もう一回ダブルアクセル、ダブルアクセルからコンビネーションのテンプレスタルトじゃありませんでした。やってほしかったですね。でもね、彼女ならできるでしょう。体がよく沈み込みました。そしてルッツですか。さあ、さあダブルダブルのコンビネーション、はい、もうちょっと膝ぐらい伸ばしていただいたらもっと足が長く見えるんじゃないか。彼女も怪我をしてるんですよね今。そうですか、そうです。針を打ちながらの、おやおや、いけるんですよね。両足に打ってますね。これで怪我をしてなかったらどうなるんでしょう。そういう感じですが。そうですね、4回ぐらい軽く回れそうな雰囲気ですね。最高。またトリプルやるんですか。そういう雰囲気ですね。もう寂しいまいっていう感じ。そう、本当ですね。終盤です。たくさんやればトリプルも怖くない。そういう雰囲気。いやスピンもうまいですよ。うまいですね、はい、はい、盛り上げもいいですわ。決まりました、はい。